どうも、オニです。そしてこちらは俺が今ね、改装中の爬虫類館なんですけれども、タイトルにもある通り、こちらの爬虫類館をオープンすることになりました。というか、まあオープンしなきゃいけないことになっちゃったんですよね。そう、こちらの爬虫類館ね、今もう購入してから1年半ぐらいが経過していて、本当にもう最初はね、荒れ果てた廃墟みたいになっていて、屋根裏が焦げてたり、庭にゴミが埋まってたり、すごいとんでもない物件だったんですけども、もうリフォーム業者さんとかに全部お願いしてリフォームしてもらうとなると3000万かかるって言われて、いや、さすがにそれは払えねえというわけで、極力自分で頑張ってリフォームを進めていたんですけども、まあ、自分でやるにしたってお金はかかるし、時間と労力がすごくかかっちゃうんで、もう気づけばね、1年半が経ってしまってました。最初から比べるとね、もう見違えるぐらい綺麗になったんですけども、それでも俺の中では、まあ、完成度は 50% 以下、まあ、30-40% ぐらいかなという感じです。こんな状況でももう爬虫類館を、ね、オープンしなきゃいけなくなった理由っていうのが、保健所からね、指導が入っちゃったんですよ。こういったね、動物の展示施設っていうのは、まあ、動物を展示して営業してね、お金をもらう場合は動物取扱業っていう保健所の許可が必要になるんですけども、俺もね、去年の4月にここで動物取扱業を取っていました。で、こちらこの間ね、動画に出したワニガメとか、俺が引き取ったでっかいメガネカイマンとかっていうのは、特定動物っていう役所からの許可がないと飼えない生き物なんですけども、前まではね、個人での愛玩目的でも飼えたんですけども、ちょっと前に法律が変わって愛玩目的、まあ、つまりペット目的での許可が出ない生き物になってるんですよね。だから俺は愛玩目的じゃなくて、この爬虫類館で展示をするためにということで、展示目的で許可を取っていたんですけども、その許可をもらったのが去年の5月なんですよね。保健所から連絡があったのが3月の7日、まあ、今までも結構ね、ちょこちょこ言われてはいたんですけども、爬虫類館いつオープンするんですかというふうな電話がかかってきて、今までもね、何回かそういった話をしてきて、まあ、その都度ね、いや、ちょっとまだかかっちゃいますねみたいな、新たな問題が発覚したりしてみたいな話をしてて、特定動物の許可を出して10ヶ月、もうあと2ヶ月で1年経っちゃいますよみたいな。展示という目的で許可を出してるのに、展示してないじゃないですか、展示できてないじゃないですか、10ヶ月も。これだともう実質愛玩目的みたいな形になっちゃってますよというふうに言われてしまったんですよね。いろいろとね、事情があって大変なのかもしれませんけども、そういった形は認められないと、もう早急にオープンしてくださいと言われて、でもう実際に詳しい話をしたいんだ、保健所に来てくださいって言われて、保健所行って俺ともう保健所の職員さん3人でね、話し合ったんですよね。でももう結局もう早急にオープンしてもらうほかないと、そうしなければもう動物取扱業の取り消しもありえますよみたいな話を言われてしまって、そうすると特定動物の許可も取り消しになってしまいますんで、このせっかく引き取ったね、ワニガメとかワニとかが他の施設に行かなきゃいけなくなってしまうんですよね。そんなこと言われたら、じゃあもう従うほかないと。確かにね、許可もらってから10ヶ月展示してないのも事実なんで、何も文句は言えないですよ、言い返せないですよ。で、じゃあいつまでにオープンしたらいいですかと言ったら、もう今年度中、もうつまり3月中、今月中だと、もうあと3週間しかないじゃんみたいな、そんな急に言われても全然準備できてないですけどみたいな。中の改装とか掲示ができてないっていうこともありますけど、まだ看板すら作ってないし、もうチラシもチケットも何も作ってないし、営業時間どうしようとか料金どうしようとかもまだ明確に考えてなかったし、スタッフも足りてないしという感じだったんですけども、とりあえずね、オープンするしかないというわけで、だから最近ちょこちょこね、動画出せてない日とかあったと思うんですけども、もう忙しすぎてね、動画を作ってる暇がなかったりしたんですよね。もっと前から言ってくれてればその辺ね、予定開けておいたんですけども、もう全然予期してなかったんで、もう合間にアクアリウムバスの出店とか岡山ジャングルハンターの出店とかも挟んであって、もうめちゃめちゃ忙しくて本当に休む暇がなかったですね。そっからね、ずっと休みなしで爬虫類館に泊まり込んだりしつつ、作業を急ピッチ進めて、でもね、俺とうちのスタッフだけじゃどうにもならないんで、中の生き物系 YouTuber のみんなにも声をかけて、ね、手伝ってもらいました。まずその映像をご覧ください。そうそう、この雲一匹飼うのでね、この水槽用意したんでね。
みんなは撮ってるんでしょ。真ん中はね、違う入れない。そう、二つだけでいい。という感じで本当にたくさんの人が朝から晩まで協力してくれました。持つべきものは友ですね。本当にありがとうございました。はい、こんな感じでね、なんとか営業できる感じの、体裁はギリギリ作れたかなという感じはありますね。こっちのお部屋も、まあ一応急ピッチで棚作ってね、ケージとか全然揃ってなくて不格好で嫌なんですけども、なんとか少しでもね、お客さんに生き物を見てもらって楽しんでもらえるような形を、マキタめっちゃ映ってるけど作りました。でも本当にね、全然まだ改装中なので、そんなに大きな期待はしないでほしいですけど、まあ他じゃ見れないサイズのなかなかでっかい生き物がいるんでね、まあ、普通の爬虫類カフェとかよりはそれなりに見応えはあると思います。でもう3月中にオープンしなきゃいけないということだったんですけども、まあ、いざオープンってなると最初はものすごくたくさんお客さんが来ちゃうと思うんで、もうあらかじめ最初は俺のこの YouTube のメンバーシップの人限定で予約制でやろうと思ってたんですよね。でそういった形でも大丈夫なんですかって保健所の人に聞いたら、まあそれはまあ大丈夫です、まあ、いつまでもプレオープンってわけにはいかないですけども、とりあえず1ヶ月くらいはね大丈夫ですというふうにお話をいただきましたんで、実はもうね3月の20日からメンバーシップの方限定で予約サイトを公開して予約制で営業が始まっております。まあ、正直ね、本当にまだ全然完成してない。俺の中ではもう 30%、40% くらいの完成度なんで、あんまりまだ来てほしくはないんですけども、でも本当に全然未完成だけども、そう言われたら仕方ないと、まあ、営業しつつちょっとずつもう営業しながら改装をやっていくしかないという形で、とりあえずプレオープンすることにしました。できればもう本当に 100% とは言わなくても 90、80% ぐらいの状態で見てほしかったんで、あんまりまだね来てほしくはなかったんですけども、まあ、ありがたいことにもう何人かの方がねいらして爬虫類館をね見てってくれてます。でまあ保健所の方からね、いつまでもプレオープンのままのわけにはいかないというふうに言われてしまったんで、3月20日からプレオープンが始まってますんで、一応4月20日からグランドオープンと言いますか、メンバーシップの方以外も予約できるようにしていこうと思っています。とはいえ、まあしばらくはね予約制ですね、完全予約制で、まあ、営業時間とか料金とか詳しいことはまた近くなったらね告知しようと思います。という感じで、とりあえず今回は急遽爬虫類館をオープンせざるを得ない状況になってしまいましたというご報告でございました。これからねより一層忙しくなりますけど、ちょっと頑張りますんで応援の方よろしくお願いします。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。